どうもなおちんです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。このゲームって負けイベントがいくつかありますよね。普通の状態だとまず勝つことができない。今日はその負けイベントに勝ってみようと思います。いけるかわかんないけどね。今3周目です。レベル255マックスの状態ですね。これで挑みたいと思います。この闘技大会なんですけども、装備をね、ここで入手した装備じゃないと付けられなくなってるんですよね。これが多分結構辛い。行ってみましょう。それでは行きましょうか。行けるかな。まあ多分ダメージを受ければやられると思うので、とにかく遠くから攻撃をしていきましょうか。まあ一応ね、 HP9999 あるんで、いやこれ勝てるぞ、勝てるぞ。 OKOK、 うんうん、通常攻撃でも一応入るには入るな。いやいや、おちょっと無理いやいや、攻撃をもらうと全然無理。あー、再挑戦、次は勝つ。とにかくフェイズガンを中心に戦っていきましょう。あぶね。で無理に攻撃をしない、しっかりと距離を取ってやっていきましょう。うん、いけるいけるいける。 MP が足りるかどうかだよね。多分足りるとは思う。なんでめくりを使ったのか。よし、ちょっと待って回復しよう。いやまだ早いな。あ、いやこっちだったらいいか。 OK、 これはちょっと長期戦になるぞ。でも確実に HP は減ってるので倒せるはず。半分ぐらい減らせました。これいけるぞ。でも油断しちゃ絶対やられるからね。MP 回復を入れていきましょう。うわ、足りる。しっかりと敵の攻撃を誘って、その後に攻撃をするようにね。危ねっ、危な、今のが油断だよ本当に。油断したらいかんって。よし、半分以上減らした。よし、攻撃を誘ってから攻撃ね。いらっしゃ、もう少しで最後のゲージを突入するね。よし、 MP 持ってくれ。よし、 999MP があった状態で2回回復してこれだ。やっぱ危ね。ああ。何それ。多分そろそろケイオスを使ってくる頃だと思う。いや、めくるなめくるな、怖い怖い怖い。こっから要注意だね。下手に連発して攻撃をしないこと、それ重要。連発はしない。よし、ちょっと待って。で、ひるまないね。ひるまない時が結構ある。いけ、うんうん、ちょっとずつでいい、ちょっとずつでいいから、しっかりと減らしていけ。 OK、 ケイオスマジ怖いマジ怖い。よし、なんかしてこいって、もうお前
お前なんかしてこいって。よし、オッケー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 、怖え。ちょっともう。よし、オッケー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 、もうちょい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 もうちょっとだぞ。あぶねー、ケイオス入れられるとワンパンで終わるからね。よし、オッケー、やばい、あぶねー。よし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 、危ねえ危ねえ危ねえぞ、ケイオス打ってくるぞこいつ。よし、もうちょい、ほんともうちょっと、絶対勝つ、絶対勝つぞ。怖え怖え怖い怖い。よし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 、無茶な攻撃をするな、怖い。よし、ケイオス来る、そろそろ。うわ、あぶね、怖っ、怖え怖え。よし、お前のケイオスはもう見切った、もう見切ったぞ、絶対勝つ。よし、調子に乗るなよ、調子乗って攻撃すんなよ、あぶね。よし、あぶね、あぶね、怖い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 、あと一発ぐらいじゃない、ほんと。よし、勝った、勝った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 ぞ。負け夢に勝ったぞ。どうなる、これどうなる。いい腕前だ、だがまだ甘いな。これで勝ったと思うなよ。嘘やろ、勝ったやん。さすがはディアス、じゃあ行くよ。え、またまたクロスボイ、これ永遠と続くの。もしやお前は負けを認めないのか。OK、 2回目ももう少しで勝利です。ケイオス怖いってやめろ、本当に。さあ2回目勝つとどうなる、多分結果は一緒だろうけども、試してみたい。よし、もうちょい、あと 2,3 発、どうだ。よっしゃ、2勝目。2勝目、もう諦めろよ、本当に負けを認めろ。どうなる、もう2回目だぞ。これエンドレスだ、これエンドレスだ。ディアスは負けを認めません。これ永遠に続きます。はい、ということで、ディアスとの負けイベントですけども、勝ったら負けを認めず何回もやらなきゃいけません。永遠に続きます。こんな結果でした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。